はい、コップに1杯か2杯の2杯1杯ちょっとお水を加えてみました。そして加熱してます。だんだん、沸騰してきてワックスは溶けてきました。蜜ろうね、蜂の巣、全部入れちゃったんですけど、すごいいい香りがします。蜂蜜の香りが、で色も蜂蜜色ね。蜜蜂ってすごいですね。あのあと、巣を壊したわけじゃないですか。巣を壊したから枠を下に入れて、で一番上にこう板を乗せたんですけど、あのあと開けてみたんですね。またそうしたらもう板が持ち上がらないくらいくっついてました。1日後次の日か次の日2日後くらいだったんですけどね、すっごい早いなと思いましたね。蜜蜂ってすごい、蜜ろうでろうで固めちゃったんですね。で板をくっつけちゃった。これから寒くなるから、あんまり寒くならないように防寒をやるらしいんですけど、やっぱやった方がいいのかな。これね、なんかガスが、なんだろう、これ浮いてきてます。蜂が入っちゃったり多分ねしてると思うんですけど、これなんなんだろうね。ほんと茶色いガス、あ、蜂いましたね、やっぱりね。水を加えてあるので、ワックス成分と、あとこれは、あ、そうかそうか、木の皮とかから、巣を作るらしいんですけど、そういう繊維が入ってるんでしょうね。だと思います。すごいな、木の皮を、ミツバチの口ってね柔らかいと思うんですけどね、ちっちゃい、本当に蜜を、花の蜜を吸うわけだから細くて針のような、意外と硬いのかな。どこから本当に木の皮を、繊維をね取って、巣を作るんだろうって思っちゃいますね。昆虫って、地球にいる生物の中で人間が一番ね優れてるって言われてますけどね、微生物とか昆虫の能力ってすごいらしいですよ。してきちゃいました。沸騰してきちゃった。はい、ちょっと弱火にしました。今年あったかいですね。エルニーニョなんだって。エルニーニョ、2年ぶりの暖かさ。2年ぶりだから、2年ぶりだから、去年ちょこっと寒かっただけでまた暖かいよということなんですって。ほんと暖かいよね。11月のもうかれこれ
15日過ぎ、今日は17日なんだから、もうあと10日もすれば12月なのに師走なんだけど、まだ霜も降りてないの。関東、茨城県、ここは北茨城、常陸大宮市なので北寄りなんですけどね、まだ霜も降りてないんだよ。びっくり。水霜ってこの辺ではよく言います。夜露がちょっと多めの、冷たい夜露なのかな勝手になんか、解釈して言ってますけど、水霜って言うんですよね。は何回か降りてますけど、真っ白に凍る霜はまだですね。もしかして降りてんのかな私早く起きてないので、夜勤のバイトしてるのでね、どうかな。はい、だいたい綺麗になってきました。カスがあるんだよね。これどうやんのかな、どうやんだろう、こすのかな。ちょっともっと聞いてからやればよかったまあワックスは、他の加熱すると他の物質と分離するんだから絶対取れるからね、大丈夫なんだけど、ちょっとねカスがあるよね。こした方がいいかな。はい、じゃあとりあえずは、こんな感じで固まるのを待ってみたいと思います。